こんにちは。なんですか？キャッチャーミットの型の作り方、練習的に初めて知った。今までどうやってやったの？今まではここにボールを挟んで、うん、でこことここをくっつける感じだ。で止めてたんだけど、はいはい、教わったのが、うん、ここ、うん、ここと、この長いやつをくっつける感じ。今こういう癖がついちゃってるから、うん、もっとこうしないと、こういう感じにしないと。へえ、そうなんだ。そう、チームメイトの、うん、こうなってる、うん、その方のこのキャッチャーミットを使ってみたら、うん、めっちゃ芯にパーンって入ったんだよね。へえ、そうなんだ。俺の使うと、うん、芯じゃなくて、うんうん、ちょっと違かったりパーンって音が面白いのね。へえ。でもそのチームメイトのこのやつ使ってみたら、うん、全然違う。マジで？もうパーンって入る。へえ、そうなんだ。全部入ったポケットに。いいこと聞いたな。ね、初めて知った。これこうやってやると、うん、しっかりめっちゃ芯にパーンって入った。おお、ここがこうなってたの。ここからこう来てこう出ないようにしてたんだけど、そのこっから出るってことがまだ一回もないから、うん、あんま必要ないんじゃないって言われたの、うん、だからここはこうすんのがやめて、でもちょっとこう行くようにこっちから出るようになってきちゃったなって思ったら、うん、そのここを、まあ、しっかり型がついてから、うん、こういう型がついてからこれをやるっていうのやっていいっていうのを教わった。で今は型しっかりとつけるから、うん、これはやんない。なるほど、うん。へえ、なるほど。うん、こういう型にすると、うん、めっちゃ入った。そうなんだ。ポッパチーンって、本当に全部、うん、全部パチーンって入ったからさ。へえ、初めて知ったから、うん、しっかりとこれを続けていきたいと思います。髪伸びてる、あれだね、モンチッチみたいになってきた。あー、確かに確かに似てるわ。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録どんどんよろしくお願いします。バイバイ。